回えのきボンバイエっていうアントニオ猪木さんの大会なんですけども、はい、アントニオ猪木さんってどういうイメージが持ってますか？あの自分確か猪木ボンバイエが2001年でしたよね。その時に自分がちょうど生まれた年で、ちょっと自分はあまりご存じないんですけど、お父さんによく話聞いてて、はい、猪木さんはすごい人やぞって言ってて、こういう大会に出させてもらえることはほんまにいいことやから、よく頑張れよっていうふうにはよく言われてます。猪木さんの映像とかもちろん見たことない？あ、あります。ちょこちょこ猪木ボンバイエが決まったんで調べさせてもらって、いやすごいなと思いますね。なんか印象的な このなんかどんな場面ですか？ですね、どの試合か覚えてないんですけど、猪木さんがあのプロレスラーでやってたじゃないですか。でもなんか本当のファイターとやった試合で1個見たんですけど、まあ、結果的に勝ってたし、猪木さん本当にすごいなと思いましたね。猪木さん亡くなりになっちゃったんですけど、はい、あ、そのこと自体をなんか どなたから聞いた時ってどう思われたんですか？お父さんから聞いたんですけど、ね、でニュースにもなってたじゃないですか。やっぱりそのすごい日本の、まあ、英雄じゃないですか、英雄の猪木さんが亡くなっちゃってっていうのを聞いた時は、まあ、自分も日本人なんでちょっと悲しくなりました、ね、あ、やっぱすごい人じゃないですか、格闘技としてすごい日本世界でも有名で、だからちょっと悲しい気持ちになりました。もし、まあ、年齢的に言ったらもう80歳、79歳でお亡くなりになったんですけど、はい、メイソン選手からすればおじいちゃんの世代じゃないですか。そうですね、なんていうんですか、もし直接もし会えてたとしたらどんな会話をされしたかったですかね？そうですね、まあ猪木さんが、まあ、一ついろんな人に聞くことがあるんですけど、まあ、猪木さんの、まあ、ヒーローじゃないですけど誰を尊敬してましたかっていうのを聞いて、あ、まあ、その人の映像であったりとかそういうのを見て、まあ、ちょっとその人の意見とかを自分からもらえたらなっていうようによく思うんで、誰がヒーローだったですかっていうふうに聞きたいですね。でも全然メイソン選手なんていうの顔も綺麗だし、はい、なんていうのかな、いわゆる不良って感じのなんか感じしないじゃないですか。いや僕不良じゃないです。あ、不良って言われるかもしれないですけど、そんなに不良でもないですね。僕、はい、まあ、真面目なとこは真面目にやってますし、悪いこともしてましたけど、まあ、なんか不良っていうような不良ではなかったですね。なんか違う感じでしたね。なんか、はい。で、銃撃戦になったの？いや、まあ、その時はまた別なんですけど、一、うん、回友達と普通におった時に、なんかいきなりバンバンって聞こえて、うん、およぼみたいになって、うん、みんながもう散るじゃないですか、うん、で逃げてる時に僕も逃げてたんですけど、うん、フェンス上がって逃げようとした時にちょうど、まあ、走ってたんですけど、走っててバーンと撃たれて、で自分も当たった瞬間は手も持ってかれるんで、あれと思ったんですけど、まあ撃たれてるんで自分も死ぬって思いながら走ってたんで、あんまり最初は痛くなかったんですよ、うん、でちょうどもう逃げ終わったぐらいで、あ、もう大丈夫かなと思ったぐらいに手見たらもう血だらだらで、そっからめちゃくちゃ痛くなって。どこを撃たれたんですか？あ、肘のとこですね。おー、ここにちょうど跡があって。あ、本当だ。それ弾が貫通したの？貫通してないですね。中で止まっちゃって、うん、貫通したらまあ大丈夫って言うんですけど、うん、中でドーンって止まっちゃったっぽくて、病院行って抜いてもらって。抜いてもらって、はい。はあ。いろいろと面倒くさかったですね、あの時は。いや、今も後遺症はないです。まあ、特に支障はないですけど、まだちょっと、まあ、ちょっとまだ、なんか違和感が、はい、ある時はありますね。うーん。で、向こうへ行った時に、結局、あ、その、撃たれたのは、その、さっき言ったギャングのボスみたいな人に、まあ、のグループに、そうですね、撃たれた。その、グループの人たちに、まあ、追いかけられまして、撃たれたって感じですね。何人か死んだんでしょ？そうですね、友達が6人ぐらいですね。6人ぐらい死んじゃったんだ、はい、撃たれて。そうです、そう、じゃあ、なんか生きてる心地がしないんじゃない？いや、そうです。もうほんまにそれ起きてる時はもうみんな焦ってたんで、うん、とりあえずもう外出るなみたいな感じになってて。焦んなかったんですか？いや、もちろん焦ってました。どうしようってなって。へえ。このままやったら死ぬなみたいな感じだったんですけど、いつか殺されるなと。はい。で、すぐに僕、その後に刑務所入っちゃって、1年間ぐらい入ってたんですけど、うん、まあ、1年ちょっとですね、入ってたんですけど、うん、その時も中で喧嘩売られて、中に武器って持ってるやつは持ってるんですけど、あんまり持ってる人いなくて、ペンで刺されるんですよ。
ほんでペンみたいなんで刺されそうになったこともありましたし、うん、で喧嘩みたいな感じになって、うん、結構何回か問題はありましたね。それで1年そうです。でも入ってまあなんていうんですかね、最初のまあ裁判するじゃないですか、裁判したらまた違うとこ連れてかれるんですけど、うん、それに行くまでは、まあ、おとなしく自分一人だったんで、うん、おとなしく生活してって感じでしたね、うん。それで合計1年半か2年ぐらい刑務所とか少年とか入ってて向こうで。そうですね。ああの何でしたっけ、その間は別に格闘技やってるわけでも何でもなく、ただ暴れまくってただけ。そうです、格闘技を、多分行って最初の半年ぐらいですかね、ボクシングやってたんですけど、もう楽しくなかったんで、その時はやりたいことやりたいなと思ったんで、ボクシングやめてって感じです。で向こうの刑務所とか大変でしょ。そうですね。でもなんか僕はあっちの刑務所は全然、多分日本の鑑別所入った時の方が自分はきつかったです。どうしてですか。日本の鑑別所って僕多分取り調べがあって、もう24時間自分の部屋なんですよ。運動の時間とお風呂以外で、お風呂も週3回で冬2回かなんかやったんですよ、だから基本的に自分の部屋で、ずっと自分の部屋通るのしんどいじゃないですか、こんなちっちゃい部屋で。だからすごい苦しかったんですけど、あっち行った時はその裁判が起きるまでは23時間は部屋で、1時間は自由時間外出れるんですけど。でも個室なの。そうです。で、そのちっちゃい部屋に2人行ってるんで、すごい嫌なんですけど、裁判が終わっちゃえば自分の、まあ、違うとこ連れてかれて自分の一つの部屋をもらって、そこからは結構まあ楽っていう言い方したらあれですけど僕は楽でしたね。もうなんか今さ、不良の人の格闘技とかやってるけど、はい、なんかレベルが違うね、話の。そうですね。いや、大きな怪我とかやられたりってことはなかったの。いや、あります、何回も。僕はなんか自分とか友達は絶対に逃げたらダメっていうのがあって、うん、まあ、そういう悪いことしてると逃げるのは絶対ダメっていうのがあって、うん、例えば1対3とか1対4とか、自分がどっか歩いてる時にたまたま相手が見かけて芝居できた時とかは、いや、もうボコボコにされてもいいんで、とりあえず誰か一人は殴って、うん、自分のできる最大限のことはやって、まあ、やられろっていう感じのことがあるんですけど、だから全然やられたことも全然あります、はい、ただやり返しには行きますって感じ で、だからもう一生終わらないんですよね。すごい根性だよね、だけど、はい、気合が。そうですね。で、まあカナダのどこですか。カルガリーっていうところ。あ、カルガリーなんだ、はい、すごい。あ、プロレスでも有名だよね。ダイナマイトキットとかデビューボーイスミスがいたところだね、はい。それで何でしたっけ、あれですか、それこそ、お父さんが、はい、帰ってこいっていう感じだったんですか。そうですね、なんか、まあ、このままでは死ぬと。そうです、お母さんが、まあそういう、まあ自分も情報入ってくるんで、うん、お母さんにこうこうこうやから、ちょっとまあ一応家とかまあ気をつけてっていう話をしてて、お母さんも家とかカメラつけてみたいな感じで、お母さんがもうこんなん多分嫌だったんでしょうね、うん、それ嫌でしょ。そうです、もちろん嫌やったと思います。で、お母さんがもうこんなん嫌やし、もうなんか危ないし、このままやったら日でも死んじゃうよって多分お父さんに言って、お父さんが、まあ、帰ってこいと、お前も真面目にするって約束やったら帰ってこいってことだったんで、今は真面目に頑張ってます。で、帰ってきてから格闘技本格的に始めたって。そうですね、帰ってきてちょっとしてから格闘技を本格的にって感じです。今度デビュー戦なんですけど、本格的に、はい、キックの、まあ、プロツのデビュー戦、いきなりアルバートクラスに決まったんですが、はい、アルバートクラスは知ってますか。はい、昔小さい頃のお父さんがすごい K-1 が好きで、よく見てたんで知ってます。そんな選手と戦うことに対してどうですか。いや、すごいワクワクしますね。自分、まあ、昔小さい頃に見てた選手なんで、うん、すごく、まあ、嬉しいですね。いきなりデビュー戦で、いや強いと思いますよ、今でも。はい、もちろん、もう百戦錬磨の経験があるんで、はい、マサト選手やブアカオとね、激闘を繰り返してきた選手なんで、はい、まあなんか意気込みっていうか、まあ、そうですね、もちろん、まあ、クラウス選手も
対してリスペクトありますし、うん、まあ、自分はまあリングの中に入ったらまあリスペクト持ってますけど、まあ、もう潰しに行くぐらいの勢いで倒そうかなと思ってます。将来的にはどんなファイターになりたいんですか？はい、そうですね、まあ、世界的に有名になれるファイターになりたいんで、まあ、自分英語も喋れますし、うん、海外で試合したいなって思ってます、ね。まあ、だから好きな理想のするファイターとか、まあ、なんかマクレガーみたいな選手とか UFC のショーン・オマリーっていう選手とかが好きなんで、そういう感じのストライカーで、ストライカーで、はい、だからキックでも MMA でもチャンピオンになりたいっていうか。そうですね。なれそうです。ありがとうございます。すごい期待してますんで。ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい。